平野ノ仕 YSL アジアアンバサダーに輝く、トベ遺跡後の快進撃に注目。2024年1月10日、トベ所属のグループ、ナンバー、愛の平野ノ仕さんが、イブ・サン・ローラン・ボーテ、YSL アジアアンバサダーに就任しました。トベの代表を務める滝沢秀明氏が率いるグループのメンバーが、YSL のアンバサダーになるのは大きな出来事であり、その魅力を堪能できる新 CM も同時に公開されました。 ヒラノさんは、自身が YSL アイコンリップ、ルージュ、ピュールクチュールの新 CM に出演し、その瞬間に感じた喜びをコメントしています。小さい頃から憧れていたブランドなので、その世界に自分がいるのがとにかく嬉しくて、そして光栄ですと述べ、YSL の魅力を洗練されたラグジュアリー感と形容しました。また、 特別感や自信をもたらす YSL のアイテムに込められた力に触れ、僕が実際に使った時の気持ちと同じ気持ちを皆様にも感じていただきたいですと呼びかけました。日本ロレアルも平野さんの抜擢についてコメントし、その唯一無二のスター性、天聖のアイコニックな存在感とエッジーなクチュール感が、ブランドの目指すモダンでエッジーな c h i c e l e v a t e d シックで洗練された。 世界観を表現しますと述べました。CM は東京の表参道、新宿、渋谷のブティック、ビジョンで期間限定公開され、2月には表参道、原宿のキャットストリートで平野さんのキャンペーンビジュアルポスターがエリアをジャックします。これは、日本人アンバサダーの伝統ビジョンでの上映とエリアジャックが初めての試みとなります。ファンからは、紫輝くんだ YSL の顔に、世界が認める魅力だね。 ジャパンアンバサダーじゃなくて、アジアアンバサダーなのすごくないなどの歓喜の声が上がっています。これはまさに、平野さんが世界に向けて進んでいる証と言えるでしょう。トベイの移籍後、平野さんの活動は多岐にわたります。ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約も発表され、高級ブランドとのコラボレーションにも期待が高まっています。トベイの加入後は、インスタグラムでハイブランドのアイテムを身につけた写真を公開し、 そのファッショナブルな一面を披露しています。グループとしての活動も目覚ましいもので、リリースしたファーストデジタルシングル、g o トは、オリコン週間デジタルシングルランキングで初登場1位を獲得しました。公式 YouTube のミュージックビデオ再生回数も2000万回を超え、その人気の高さがうかがえます。平野さんがトべに加入し、新たなステージで活躍する姿勢が報われつつあります。 ファンからの応援も続々と寄せられ、世界を目指した時、紫テルくんはなんとなく、いい意味でこんな風になることを感覚で感じてたんだと思う。これからは明るく世界を照らす社長のもとで思いっきりやれますようにといったメッセージが寄せられています。平野紫洋くんのこれからの活躍がますます楽しみです。ファンはテレビ出演の増加など、ますます彼の魅力を堪能できる日々を期待しています。 彼の成功は日本のみならずアジア全体に希望となることでしょう。